と4人でね、やってますから、皆さんの再生を、ポツ、はい、ポツ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 、好きなようになってたと思いますけど、はい、たまにこういう方が混じってるんですよ。あ、分かった分かった、お坊さんこれ食べよって言う人いるんですよ。これ食べよって言う人いるんですよ。このおぐろが、そうですね、これじゃねえですね、こっち、このおぐろで、皆さん大丈夫、はい、大丈夫だ、やっぱ刺してよかったでしょ、刺されるのわかりませんか、いや、分かった、皆さんまだいい方ですよ、私これだって、いや、絶対これ食べよ言われがあるからですよ。大体私の話も聞かねえで勝手に叫んでる人いるんです。さあどこ、さあどこ、いた、いた、おめでとうぞなんて、そういう方は大体こう言ってます。ああ、ほら一品目だから、それが言わざるなんだべ、聞かざるなんだべって言ってんですけど、残念ですけど全然違うんですね。あの、多分そういう方は日光を思い出してるでしょうけど、日光の猿っても全部くっついてるでしょ。でもここの猿さん隠れ猿ですから、やっぱし言われが違って、じゃあこの猿何猿かっていうと、災難より隠れ猿って言うんですよ。災難より隠れ猿、ここに鳥がいるでしょ、これ鷹なんですけど、鷹を災難に見立てておりまして、鷹の目線を見てください。てんてんてん、猿の方見てます、この猿実は鷹に見つかっているんですが、でも見つかったって食われたくないでしょ。ですから松の隅っこの見寄せに一生懸命隠れてるわけです、これが災難より隠れ猿って言うんですよ。できない、できない、もう分かっちゃったと思いますけど、念のため外れてるかもしれませんから、一応確認しますから、せーの、はい、はい、誰でも見つけるんですか、はい、誰でもってくらいですから。どういうことかっていうと、まあ、これがですね、俺分かってって方は、まあ明日で危ねってことですね。中でトロリカノなんですから、分かんない、明後日の方見ちゃったでしょ、これで災難を逃れたと思うんです。隠れ猿、逃れ猿と順番物語になってる。で、私が教えなくてもここまでは大体のことは見つけるんですよね、お姉さんが、ね、そうです、そうですよね、普通にどう見ても、何ですかこれ、須賀川ではなくて東京あたりの、ね、お兄様方、あー、それは猿人間や、それは分かんねえな、やぞる見えますか、いや、サロジャンビ、岩ちゃん、まあ大丈夫です、念のため、あの、一応もう一つ特別サービスがあって、これ、伸びます、あ、それね、で、じゃあ、いわれは何かって言って、いわれは安楽に暮らし猿って言うんですよ。この猿は、ボタンのつぼみに似せておくんです。なんでかっていうと、ボタンっていう花は百花の中の王っていうでしょ、花の中の王様なんですよ。そのつぼみなので、1,2,3 匹目を探し得たものは、その硬いつぼみがね、こうだん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 こうぐわーって開くのごとく幸運が開ける。だからわざわざ難しくぼっちやるんです。分からったでしょうか。分からった、はい。